はい、どうもミフトです。それではドラゴンクエストビルダーズの続きをやっていきたいと思います。前回は魔物の襲撃をなんとかしのいで新しいものが手に入って旅の扉、青の石板かなんか手に入れて旅の扉を作った。で、旅立てって言われたから旅立ちます。じゃあなんか大きいやつ作るらしいけど、よいしょ。あ、これどこだ。何個、あ、どこ、ここ何あれ、どこここ、あ、スライムベースだ。あ、やっぱ強い。今度は赤い油、黄色いだろ。旅人の服、これはいいんじゃないか。染料をひらめいた。いっぱいひらめくね。豆を手に入れた。枝豆をひらめいた。あ、食料ね。ドン、よいしょよいしょよいしょ。ちょっとここら辺のもらっていくか。これなんだ、これはなんだ、鉱石系か。拾えないっぽいな。おお、大傷じ。これはどうしたらいいか分かんないけど、なんか退屈だぜ。読む。大木槌の里案内所。怪しい怪しい、明らかに怪しいじゃん。まあいいよ。どうも。おお、お前は人間じゃないか。さも当然って顔で家に入ってくると、向こう水というか大胆というか。まあいいさ、俺は昔から人間が嫌いじゃない。それで俺に何か用か。何、大木槌の作り方が知りたいだと。おお、お前はなんて、え、ああ、この人絶対変な方向に勘違いしてるね。ん、ああ、なんだ、大木槌って俺たちが持ってる道具のことか。そっちだよ。大木槌の作り方はこの先に住んでいる長老なら知ってるはずだぜ。長老の家に行くんなら屋根の炎を目印に探してみろよな。ほらよ人間、これをやる。俺からのお近づきの印ってやつだ。人間みたいだな。看板を手に入れた。めっちゃいい人でしたね。確か火を頼りにって言ってたね。あれでいいのかな。いや、あれでいいんだろうけど、ちょっと大木槌と戦ってみるか。痛恨の一撃出たら多分一撃で死ぬけどね。ドン。いや、マジで？あ、強い。オッケー。大木槌の縫い針。大木槌人形をひらめいた。何、大木槌って人形っぽく、なんだ今何が起きてるんだ。おお、こんなことできるのか。あ、落ちた。待って、これ大木槌じゃないやつら、絶対これ大木槌じゃない、絶対大木槌じゃない。ちょ、大木槌さん、こんにちは。おお、これは珍しい。お主は人の子か。わしは大木槌の長老じゃ。滅びを待つ哀れな人間よ、わしに何か用か。おお、大木槌の作り方を知りたいと申すか。まず息が良くて、だがこの人もさ大変な方向に考えてるでしょ。おお、お主が知りたいのは道具の方の大木槌か。そりゃそうだよ。大木槌は我らが秘宝、作り方はそう簡単に教えられるな。ほう、何もそこまで分かりやすく落ち込まずとも良いではないか。ほう、そうじゃ。実はこの家の天井に穴が3つほど開いてしまっていてな。自分で修理しようと思ったのじゃが、なかなかうまくいかず困っておったのじゃ。雨が降ると水が漏れ出してかなわん。わら床で直してくれると嬉しいのじゃが、どうじゃ、お主に直せるか。この辺りのツタで紐が作れる。紐があればわら床を作れるはずじゃ。大木槌の作り方と引き換えじゃ。天井の修理をよろしく頼むぞ。だから絶対あんたら、あれ、こいつらの方が弱い。初めて毛皮を手に入れた。革の鎧をひらめいた。革の盾をひらめいた。
ちょっとこいつ絶対あの大木槌のあのやばい方、大木槌のやばいやつだよ。初めてツタを手に入れた。紐、ツルワンで作った細長い紐。あっ、下手す死ぬな。これさっきのでかいやつは、お、消えたか。よいしょ、あー、やっちゃった、ごめんなさい。大丈夫か。初めて粘土を手に入れた。あんたでっかいな、絶対強いやつだろ。骸骨もいるし。これ一旦戻って作れるか。骸骨が追いかけてきてる。めっちゃホラーだよ。よいしょ、とにかく一旦町に戻ろうかね。あ、壊せるのこの階段。いいね。じゃ帰るから。じゃあねー。骸骨絶対かわいそうだわ。ただいま帰りました。ということでちょっといろいろ作るよ。紐を作ったと。笑う顔ひらめいた。さて作るか。ってことは待てよ、笑ってことあれがいるんじゃないか。あ、大丈夫だね。よし行こう。敷きわらセットをひらめいた。何これ、え、すごい、なんかすごいのひらめいたけど、まだ作る気にはならない。あ、旅人の服作れるじゃん。これ作っておこうよ。赤い油、セライムベース後で刈らなきゃダメだな。オッケー、これで防御力が少し上がるんじゃないか。大きずつ人形、あ、ボロ切れいるのか。また後で作ろう。まあとにかくあの床作ったから、村長、ん、村長、長老のとこまで戻ろう。装備、これも装備、いいね。で紐だろ。石の階段どうしよう。石の階段いらねえな。じゃあ置いとくか。石の階段どうか。これもいらない。あー、一応持っとこう。ツタも持っとこう。毛布も持っとこう。大きずちの縫い針も一応持っとこう。看板はいらない。いっか、こんだけ持てるよ、大丈夫だろ。さあもう一度長老のところへ。よいしょ。お、宝箱あった。そういえば開くの。宝箱に古い紙が入っていた。そこに文字が綴られている。メルキドの荒野を旅する者よ、この宝箱に入っていた導きの玉青は、地面に置くとコンパスにその位置が示される不思議な玉だ。道を失いかけた時や、もう一度訪れたい場所があるとき、この玉をその地に置けば目印となるだろう。この印を目にする冒険者の旅の成功を祈る。メルキドの冒険者ガンダル。ガンダル、ガンダル前に出てきたね一回。やった、枝豆もらってきて。ちょっと、あ、マジかマジかマジか。あー、どうする、これ寝るか、寝るかね。あー、一回寝に帰ろう。これはダメだ、これはちょっと死ぬ可能性がある。寝に戻るぞ。こっちもやっぱり、あー、リンクしてるね、ちゃんと。よいしょ、おやすみなさい。真ん中で寝させていただきました。と、うー、おはようございます。じゃあ行こうか。はい、戻ってきました。では行きましょう、長老のもとへ。スライムベースはちょっと倒しとこう。この赤い油は欲しい。強いな、やっぱ大きい槌。盾欲しいな、作りで毛皮がいる、いっぱい。よいしょ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 、オッケー。スライムベースもまだ倒したいんだけど。お、いたいた、道の途中にいるやつを倒そう。あ、ここか。
よいしょよいしょ、ジャンプしてジャンプして、ここを登る。開いてるな。おお、あるじゃねえかよ。持ち物がいっぱいになりました。壊せないね。どれだっけ。わらー言った。何しに来たの。なんか骸骨ずっと追いかけてきたの。よし、お疲れ様でした。よいしょ、大木槌の家を修理した。ドン、あ、大丈夫やった。おお、天井の穴を直してくれたのだな。いとも簡単に天井の修理をやってのけるとは。まさかお主は物を作る力を持つという伝説のビルダーなのか。いや、そのようなことはどうでもよいこと。お主のこともわしは見なかったことにしよう。人間は力を失い、今や滅びを待つ存在。かたや我々はその数を増やす一方じゃ。わしはな、人間と我々の今のあり方が必ずしも正しいとは思いのじゃ。めっちゃいいこと言い張るやん。人間が多すぎるのも確かに困る。しかしこのままで世界の調和というものが。よし、竜王様には言えぬが、ほんの少しだけお主のことを助けてやろう。まずはほれ、約束だった大木槌の作り方を教えてやるぞ。ひらめいちゃったの。ありがとうございます。まだ話しかけたら何かある。ほうほうほう、わしがこっそりビルダーとしての心得を教えてやろう。話は少しバカに長くなる。聞く覚悟があるのなら話してやらんこともない。どうじゃ、話を聞くか。また今度でお願いします。まずは帰ろう。帰って、でも石の床あるから、石の作業台あるからこれで作れるんじゃね。さあ作れるか。作れるじゃん、いいね。扇槌を1個作った。じゃあ装備しますか。強いな骸骨。でも結構楽になったなこれ。はい、オッケー。じゃあまあ切りがいいので、ここら辺で一回やめます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。